平和に逆行した日本政府の対韓政策に強く抗議する私たちは日韓市民連帯、日韓市民は東アジアの平和を求めているという今回、希望連帯が主催の記者会見を始めたいと思います。私は希望連帯の小金井市議会議員の片山薫と申します。司会を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日この場に、こちらの方には登壇者の方々が今も並んでいらっしゃいますので、一人ずつ順番に発言をさせていただきます。そしてお配りしている手元に資料があると思いますので、こちらの方に、それぞれの声明がありますので、どうぞご確認ください。それでは、希望連帯代表の白石貴史さんからご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、白石貴史と申します。私だけちょっとこの会 の、 成り立ちとかも含めて、10分ぐらい少し長めに話させていただきます。8月2日に、安倍内閣が、閣議決定をしました。で、その前の週までですね、私たちは8月の18日から、韓国に、調査旅行を企画をしているんですね。で、中身は、反貧困運動、居住福祉の運動、それから韓国の、労働政策、その他についての、継続的な、訪問調査、去年だけで6回、今年もすでに、3回ほど、行っておりますけれども、総合交流で、特に自治体政策の、交流というものを中心に、継続してやってます。で、今回の訪問先の一つに、ソウル市の自治区の一つである、韓仁区、広い2と書きますね、韓仁区があって、主にはそこの、自活センターだとか、居住福祉センター、中間支援団体の、訪問調査がメインですけれども、韓仁区長の方から、ぜひお会いしましょうという話があって、表敬訪問する予定でいました。で、ところが8月の2日の段階で、今回は、お会いできないことになりましたということで、キャンセルになったわけです。日本ではほとんど全く報道されていませんが、実は韓国では、ネット等でその話が流れたみたいで、昨日の夕方、韓国のある、新聞社から私、電話取材を受けて、韓国で の、 その状況について少しお聞きしました。で、私たちとしては、民間団体、それも、日本の中では今の安倍政権に対して、一定批判的なことをやっているというか、むしろですね、貧困格差を是正しようという社会運動をやっている、団体ですから、韓国の今の、民主進歩派の皆さんが、自治体行政であるとか、政権を担っているのと同じ方向を向いているというふうに思いますし、そういう意味ではどういう状況になっても、交流の実現というのはしたかったわけですね。でもそれができないということまで、とんでもない事態になった。で、その第一の責任はやはり安倍内閣の、今回の決定である。で、そうということはですね、私たちが日本の国内で今の考えられないような、政治、それから、世論の状況、それから、メディアの状況、これに対してきちんとした事実を示していくという私たちの日本の中での取り組みをやっていくのが私たちの日本社会の一員としての責任じゃないかと。ということで、急遽安倍内閣に対して抗議文を出すと同時に、抗議をするだけではなくて、日韓、ひいては、東アジア全体の平和と友好を市民の連帯連携で目指そうというようなアピールを8月5日に出しました。それが今日お手元に
ある平和に逆行した日本政府の対韓政策に強く抗議する私たち日韓市民は東アジアの平和を求めているというタイトルで、一番下に8月5日希望連帯と書いてある、で裏に韓国語訳を韓国の私たちの仲間がしていただいたんですけれども、それを配らせていただいています。で、声明を出すだけではなくて、やはり、いろんな形で、アピールしていこうじゃないかということで、8月8日今日、記者会見を設定しましたが、どうせだったら単独でやるよりは同じ思いを持って日本の中で、奮闘されている、むしろ私たちよりもっと長い間、地道に継続して取り組んでいる皆さんにも、お声かけをして、一緒にやろうじゃないかと。で韓国の場合には今回もそうですけども、いち早く600以上の団体がネットワーク連帯を組んだわけですね。でそれが韓国の社会運動の強さだというふうに私は見てるんですよ。で日本は逆に一つのテーマでもなかなか一緒にやれない、バラバラだとやっぱり力が出ない。だから多少考え方の違いがあっても、行動スタイルに違いがあっても、寄って立つ基盤が違っていても、最大限連携をして社会にアピールをしていくということが必要じゃないかということで、皆さんにお声かけしたところ、今日これだけ多くの皆さんに同席をしていただいて、まずそのことについて、感謝申し上げたいと思います。それから、ちょっと長くなりますがという中にいたしましたが、ちょっと遠くの方は見にくいと思いますけど、ネット等で皆さんご存知の方いると思いますけれども、ムン・ジェイン大統領が、記者会見というか声明を出した時にペーパーにはなってないらしくて口頭での発言だったらしいんですが、こういう直板ハチャンという言葉を使った、でこれを日本のある大手マスコミの、ソウル特派員の方がですね、ずっとたけだけしいというふうに訳されたんですよね。でところが確かにいろんな韓国語に詳しい方何人かにお伺いしたら、確かに、日韓辞典とかにはこういう表現があるけどこれだけではないよと。でむしろ、文脈からすると、そのソウル在ソウルの他の大手の記者の方は公約してるんですよね。開き直って大口を叩く、それから、韓国の、メディアでは、逆ギレとか居直り、それから道理に合わない、そういうような表現を捉えているんですね。でこの言葉がムスッとたけだけしいという言葉が日本のいくつもの大手メディアさんで一人歩きしているんですよ。でその方々は本当にこの4文字を熟慮していただいたのか、そういうふうに、最初にどこか発信されたものをそのままコピペして流すことは果たしてどうなのかということをね、私は今回非常に情けない思いで感じました。でそれはそれだけではなくて、例えばその WTO に関することについても今日はちょっと資料に入れてあって、私たちと正確に精査したわけじゃないですけれども、例えばアメリカの、あるシンクタンクが、分析評価をしたら、韓国より日本の方が、危険物質に対する扱い方のランクが低いよという評価があるシンクタンクでは出してるわけですよね。でどうして日本のメディアさんがマスコミさんが独自の調査報道としてね、そういうことをきちっと調査をし、で独自の判断で、報道をしていくというね、それが今できてないという、その日本のメディア、特にテレビメディアについては本当に見るたんびに悲しくなる。でそれを、裏付けもしないで、一定の、ね、出演料当然もらってるんでしょうけども、コメンテーターと称する方々がまた増幅をしていく。でそれを見た、視聴者がまた鵜呑みで、どん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 韓国ってやっぱりひどいね、文在寅大統領ってとんでもないねっていうことをね、悪の連鎖でどんどん拡大していってるっていうのが今の日本の状況じゃないかと。ということで時間がなくなるんでそろそろ締めますけれども、これだけはどうしても一つ言いたかった。それからもう一つは、今回はやはりムン・ジェインさん相当政策実現で苦労してます。確かに順風満帆とは言えないけれども、でも格差是正ということが大きな国内課題になって、それを多くの国民が
財閥との癒着だとかをその断ち切ろう、それから南北の融和を目指そうということで大統領を選んだ。でその大統領が、まあ、いわゆる民主派の大統領であるということが安倍政権にしても日本のメディアさんにとっても気に食わない。ここが私は本質だというふうに見てるんですよ。だから何が何でもともかく韓国の民主系の、大統領を叩くよっていうね、この構造が出来上がっているということが2つ目。それから3つ目は民主主義そのものの根本に関わる問題が、もっと徴用工の判決、韓国の大法院の判決に対する文在寅大統領と、日本の安倍首相との、スタンスの違いなんですね。で韓国は独裁大統領がずっと続いていたから民主化をして大統領権限を弱めようと、でその代わり国会と司法に権力を分散していこうじゃないか、それこそ近代民主主義の三権分立分離の考え方だから大法院の判決に対して尊重しますよっていうのはこれは当たり前なわけですよね。でも安倍さんは何言ったかというと大統領がそんないい加減な判決に対して物言いなのがおかしいって、それが民主主義じゃないっていうことすら日本の社会の中で理解されないというかね、安倍さんおかしいよって声がなんて出てこないのか。だから私は日本と韓国、朝鮮半島との長い歴史の問題の基本的にはきちんとしたその清算ということが原則ではあるけども、今の近代民主主義の在り方そのもの一つ、そこの場面でも今の日本こそおかしい、世界の流れの中からは圧倒的に少数派になってるということをもっと日本の国内の一般の日本人に広めていかなければいけないということで、ちょっと時間が、2分ぐらい超過したんで応援しますが、で最後に今日集まってるのは、まあ、いわゆる社会運動系のメンバーばっかりなんですね。でも今こういうハッシュタグがどんどん出てきてます。韓国から日本には年間今750万以上、日本から韓国には300万人弱の方が行って、特に若い人は当たり前のように交流している。それから文化団体とかスポーツ団体は長い間、あるいは自治体は、それから、中学生高校生は長い間相互交流をしている。その方々が生の韓国、生の日本を見てお互いの評価をしているというのが今の状況なわけですよね。でそういう方々も含めてやっぱり日本の方がむしろ仕掛けてるよと、日本が孤立してるよっていう声をですね、政治のレベルだけじゃなくていろんなチャンネル、いろんなレベルで広げていきたい。ですから 私としてはできれば社会運動の分野だけじゃなくていろんな分野で、そのことを続けていきたいと思いますし、そういう意味ではこれは韓国サイドに一つお願いがあるんですけども、やっぱり交流は途絶えていただきたくない、交流を続けましょう市民同士のということを最後に申し上げて私の、最初の発言に、させていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。白石隆さんでした。それではですね、次に、こちらの書いてあるちょっと資料と違うんですが、戦争させない9条を壊すな総掛かり実行委員会の高田健さん、よろしくお願いいたします。高田健でございます。総掛かり行動実行委員会、2014年から安保制戦争法に反対して、それまでの様々な意見の違いを乗り越えて大きな統一行動を組織してきました。そして私たちの課題は安倍政権の休場会見に反対すること、あるいは沖縄の辺野古の新基地建設に反対すること、合わせてこの東北アジアに非核平和を実現すること、そうしたことを柱にしてこの間様々な行動をやってきました。そういう中で本当にこれらの流れに対する安倍政権が逆流をずっと続けてきたことに心から怒りを感じています。とりわけ2017年の総選挙においては、いわゆる北朝鮮のミサイルの危機を煽って国難だということで自分たちの党派に対する支持を得ようとした。それから先日の2019年の参議院選挙に関しては、韓国の民衆、あるいは文在寅政権、そうした人々に対する反感を煽ることによって、そうした民族排外主義を利用することによって自分たちの政権を維持する、そういう支持を得ようとしてきたこと、これらに対して私は非常に怒りを感じています。今本当に
北東アジア、東北アジアの平和と比較を実現するとすれば、私たちは日韓日朝、その民衆の連帯、市民の連帯を通じて、本当にこの北東アジアに共生の地域を作ることが非常に重要な課題だと思っています。今日、白石さんの方からこうした記者会見を呼びかけていただいて、ぜひ一緒に参加したいと思いまして、同時にこれからこの東京をはじめ全国でこうした今日集まっている人たちが共同して、この安倍内閣のとんでもない排外主義の動きに反対して、日韓日朝の民衆連帯を実現していく、そうした運動を強めていきたいと思っています。私も呼びかけ人の一人ですけれども、韓国は敵かという声明運動が今本当に急速に広がっています。もう多分1万人近くの賛同があって、インターネットで賛同しようとしてもいっぱいになっているような状況、これがやっぱり今日本の全国の人たちが求めているものだと思うんですね。これだけ長い文章ですから100点満点にはなり得ないで、それぞれいろいろ文句もあると思いますけれども、私は70点でもこの韓国は敵かというこの声明運動をぜひ支えて、日本の市民の声というものを反映していきたいというふうに思っています。合わせて総掛かりは、8月の19日に国会前で行動を起こしますけれども、この中で韓国的地を煽るなというのをメインスローガンに挙げて初めて国会行動を起こします。それから今相談しつつあるんですけれども、8月27日この政令を実施する前日ですね、これに抗議をして、この東京で一緒にこうした問題を戦っている人たちが首相官邸前で行動を起こすということをやりたいと思います。とにかく行動を起こして、何としても私たちの声を韓国の市民たちに伝えたい、そう思っています。私自身は8月15日ソウルに行きまして、光化門の集会に参加しながら韓国の市民と連帯をさらに築き上げたいと思います。今日はご参集いただきまして本当にありがとうございます。以上です。ありがとうございました。高田健二さんでした。お一人ずつですね、4分以内か若干3分ぐらいで教えてもらえると助かります。はい、それでは次にですね、日韓民衆連帯全国ネットワーク渡辺健二さん、お願いいたします。はい、今日こういう場を設定していただいた希望連帯、白石さん、はじめ皆さん、本当に感謝申し上げます。私たちも今多賀さんと同じように、ぜひこの場に参加をさせていただいて、共に共同の取り組みがいろいろできればなというふうに、思って参加させていただきました。私どもの声明文というのを今日お手元の中で配っております。これまあ一時読み上げますと3分聞かないので、私の方のやつは、この A4 2つ折りで右側にハングルになってる声明文です。でこの声明文で、私たちが一番言いたいのは、まあ、もうすでにルル言われて、おりますので、そのことは繰り返しませんが、今回の、一連の輸出規制の安倍政権の政策というのが過去、日韓関係最悪だ言われるような事態に落ち込んでるんですけども、それが最悪である理由は、安倍政権が韓国のパク・クネ残党、あるいは韓国の保守マスコミと金脈を通じて、過去生産を、促進し、あるいは南北対話を進めようと言っている、そのムン・ジェイン政権潰し、これが真の狙いなんじゃないかと。だから私たち以前の論議では、これ参議院選向けの選挙のためのちょっと強く言ってみたいな論議もありましたけど、そういう次元ではないだろうというふうに思います。で私たちは同時に3.1独立運動の
100周年キャンペーンというのもずっとこの矢野さんたちがやってきましたし、それから今日本と朝鮮半島と日本に比較平和の確立を市民連帯行動というのも多賀さんたちとも一緒にやってます。でこれら の, 共同行動もぜひいろんな形で、私たちも、力を尽くして、この局面で、日本の民衆の側から大きく声を上げられるように頑張っていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。渡辺健樹さんでした。次に強制動員問題解決と過去清算のための共同行動、矢野秀樹さんお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました矢野と申します。私どもは団体の名前の通りですね、強制動員の被害者、元徴用工あるいは女子勤労挺身隊の人たちの被害回復、権利回復のために、運動をずっと続けてまいりましたが、ここにおられる渡辺さんだとかあるいは平和フォーラムだとかいろんな団体のですね、協力を得てですね、さらにもう少し大きな枠でこの問題を解決しようということで活動をしています。私たちの声明も今日皆様に配布していただいた資料の中に入っておりますので、ご覧いただければと思いますが、今回の7月4日から発動された、半導体製造に関わる3品目の輸出規制の問題、さらに8月2日のですね、ホワイト国除外の閣議決定、これはですね、なぜこういうものが強行されたかということについて言えばですね、やはり、徴用工問題、昨年の10月あるいは11月に出された、強制動員被害者の請求を認めて日本企業に対して賠償を命じた判決、これをですね、韓国政府はいつまでもですね、これを尊重するんだと、被害者中心主義でアプローチするというふうに言ってですね、日本政府の思うような対応しないということに対する報復だと、貿易経済制裁だというふうに言わざるを得ません。それが今日ですね、日韓の間で非常な険悪な状況を引き起こしています。しかし私たちは見落としてはいけないのは、大元はですね、やはり過去の植民地支配の過去、強制動員の過去にですね、きちんと向き合おうと、いつまでも向き合うことなくですね、これをまた、なきものにする、あるいは先送りするという、そのためにですね、日韓間を悪化させても契約にしてもですね、それは平気だという安倍政権の対応、これを私たちは今批判しなければいけないというふうに思います。今一番問われていることは、戦後もう解放74年、戦後74年経過をいたしますが、いまだに植民地支配の下で傷ついた人たちの被害は回復していません。強制動員の被害者は回復していません。強制動員の被害者ですね、今存命の方は韓国で数千名だと言われています。存命の方が本当にいらっしゃるうちに、生きているうちにですね、この問題を解決する必要があるということで、ぜひ皆さんのお力をお借りしたいと思います。今日こういう場を設けていただきましてですね、多くの方に訴える機会を与えていただきました。本当に感謝いたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。今国会議員の福島さんが到着いたしましたが、後でご挨拶いただきたいと思います。いいですか？はい、じゃあもう後でいただきます。はい、それでは次に、許すな憲法改悪市民連絡会、西山南子さんお願いいたします。皆さんこんにちは。許すな憲法改悪市民連絡会の事務局次長をやっています西山南子と申します。私たちはやっぱりこの名前、団体名の通り憲法改悪に反対しています。今はですね、まさに安倍政権が憲法を変えよう、特に憲法9条を変えようというふうに言っていて、この観点から見ても世界といいますかアジアの宝の憲法9条、これはですね 8.6、8.9、明日も長崎ですけれども、そういったですね、原爆とか多大な被害を日本も被ってるんですけれども、でもとてもひどい、加害者でもある、そういったですね、戦争の加害者でもあるんだということをしっかりと反省して過ちは繰り返さないんだ、こういう実践の
証といいますか、それが憲法9条だと思うんですね。こういったことをですね、やっぱり世界の韓国の人たち、皆さん、朝鮮半島の皆さんと一緒に連帯して憲法を守っていく、そういったためにも私たちの団体もですね、しっかりと日韓連帯していかなければならないなと思っています。さて、私のところにですね、最近何通か韓国で戦う若い仲間のメンバーから LINE や Facebook のメッセージが来ていまして、そこには何が書かれているかといいますと、今安倍政権のせいで韓国はすごい大変なことになっていると、国際連帯っていうことが言いにくくなってしまう前に、日本でもこういった健全な良心的な市民がいるんだってことをどんどん伝えていかなければならないと焦っているという、だから何か行動があるときには知らせてほしいという、そういったですね、連絡が来て、これは本当に私たち本当に何かしなければならないなというふうに思い、いても立ってもいらない思いで今日記者会見に出させていただきました。今若い子たちはK-POP とかお化粧品だとか、食べ物とか、そういうのですごく韓国を身近に感じているんですね。こういったですね、流れをですね、勝手に日本政府のこういうひどい、本当に極めて無礼な態度でですね、簡単に断ち切ることはできないと私は信じていますけれども、やはり国のやってきたことと個人は違うので、やはり国のやってきたことということはしっかり反省していかなければならない。数年前に安倍談話っていうとんでもない談話が出されて、今まで謝ってきたんだからもういいだろうと、これから未来はもう謝らないぞという、そういったですね、内容の安倍談話っていうのを出して、本当に大変遺憾だと思っています。謝ればいいっていう問題ではなくて、やはり私たちはずっと反省していかなければならない、加害の歴史、そういったことに直視していかなければならないと思っていますし、こういった安倍政権の態度がこういった状況を招き出しているということで、本当に腹立たしいと思っています。また今回の日韓連帯ということで、このあと官邸前で行われる行動、これにですね、私が一緒に日本の私たちも参加しよう、頑張ろうとツイッターでですね、言ったことに対してですね、もう半端じゃない数のですね、バッシング、朝鮮帰れ、日本の水が合わないなら出ていけ、こういうことがですね、連日ですね、今もですけど言われています。私の所属する事務所でも、韓国人かと、そして共産党かとか、岸田文雄を出せとか言われながら、嫌がらせの電話がかかってくるんですね。こういうですね、排外主義の渦に私たちは絶対に巻き込まれてはいけないと思いますし、しっかりとですね、踏みとどまって日韓日朝、そしてですね、こういった市民のこのつながりはですね、簡単に断ち切らせない、そういった戦いがまさに求められていると思います。本当に連帯して頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。岸山南穂さんでした。それでは次に、平和を実現するキリスト社ネット渡辺貴子さん、お願いいたします。渡辺貴子です。本当は座って話したいんですけれども、チビなもんで多分首だけしか出ないんじゃないかと思うので立たせていただきました。ですね、ここにお集まりの皆さん、本当に今回の呼びかけにじっとしていられなくていらしたと思うんですね。私ももう本当にどうにかしなきゃっていう思いで、ぜひ行きますって言ったので、実はここに座ってるだけで、諸先輩方の前で言うことはないんですけれども、お伝えしたいことが2つあります。1つは、平和を実現するキリスト社ネットというキリスト社 の, いろんな団体が教派が集まったところのものなんですけれども、キリスト社のについて言えば、本当に民間交流というか、それがずっと続けられています。私など関わっていなかった70年代のね、それこそ民主化闘争とか、その辺から金大中さんのこととかね、その辺から本当に教会は向こうの教会と、また YMCA、YWCA、そういった団体も本当に深く韓国の方たちと交流が行われてきました。それで今日韓国のメディアが入っているということですので、本当にそれを私はお伝えしたい。日本の民衆というか、日本の人たちは韓国の方たちお友達たくさん持ってます。こういうつながりをね、ここにいる人たちだけじゃなくて、本当に私が来られなかった方たち含めて、たくさんの人たちがそういうものを持っていますので、今の状況非常に危機的だとは思いますけど、私は楽観的なんですね。この民衆の交流がある限り、
決して日本と韓国 の、 間柄が決定的なことになることはないとそう信じています。まあ悪いのははっきり言って安倍政権ですよね。だから安倍政権を倒すことに本当に頑張りたいと思います。そして2つ目、これは日本の人たちのことなんですけれども、先日の世論調査を見ましたら、私と同じようにこれはおかしいっていうね考えてる人が 10% ぐらい。ご覧になりませんでしたか。それで政府のやり方、まあ、許せるというか認めるという人が50何%という世論調査を見たんですけど、びっくりしたんですね。どこでそんな風になってるんでしょう。確かにメディアは悪いけれども、私たちはあまりにも歴史を知らされていないと私は思っています。近現代史はもちろんのことですけれど、それこそ古代史に遡って日本人は日本の歴史を、そして韓国との関係などについて学んでいない。それは出てない、学ばされないようにしてきた。そして教科書検定があったりですね、特に自民党 の、 戦後のその教育政策によって歴史が本当に歪められてきている。これを何とかしなくちゃいけないと思います。これは本当に韓国の人たちにできることじゃありません。私たち日本人としてそれをやっていかなきゃいけないと思う。そのためにもぜひ安倍政権は一刻も早く退陣してもらって、もう少しマシな政権で、そして私たちのそういった気持ちを通していきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。渡辺孝子さんでした。それでは次に平和と命イグナチオ九条の会カトリック東アジアの和解と平和ネットワーク九重のり子さん、お願いいたします。九重のり子と申します。日韓市民交流を進める希望連帯の呼びかけに賛同するものです。平和に逆行する現日本政府の対韓政策に私たちは抗議いたします。私たち日韓市民は東アジアの平和を本当に求めています。歴史を直視することなく和解も平和も作り出せません。今古代史の話やしていただいた方がいらっしゃいますけれども、日本書紀が古代朝鮮語くだらほど書かれてたってこと私も知りませんでした。そうした歴史も含めて本当に見直していく、古代史の解釈も含めてこう近代現代捏造されて私たちが洗脳されてきたってことをもう一度見つめ直し、明治維新から歴史を見直す必要があるのではないでしょうか。そして私たちは韓国の市民の皆さんと連帯し、歴史の記憶の共有化と平和のアジアを共に作っていきたいと思います。で去年11月に東アジアの和解と平和ネットワークというものをカトリックの教会の有志で立ち上げました。下関の労働センターの中井純信部を中心に、立ち上げさせていただいたんですけれども、2015年の、日本軍慰安婦合意についても間違っているということで、その頃から、韓国の教会の有志と日本の教会の有志と連帯してまいりました。今後もその流れの中で、その流れの中で2016年の冬のろうそく集会も連帯してきております。そういう仲間たちと今後も能安倍定人会見ので、東北アジアの平和とともに作るということでつながっていきたいと思います。9月にはソウルで韓国の教会のメンバーと戦っているメンバーと共に集まりますけれども、今後もそうした連帯を大きな広げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。九重のり子さんでした。それでは次に在日韓国民主統一連合、こちら事務総長と書いてありますが副議長ということで、ソン・セイルさん、お願いいたします。皆さんこんにちは。肩書きにこだわってるわけではないんですけれども、一応副議長兼事務総長ということでお願いします。先ほど渡辺さんもおっしゃられたように、今起こっている事態というのはですね、私2つの体制が揺すぶられていると思うんですね。1つは朝鮮半島における停戦体制です。もう1つは韓日間のいわゆる韓日条約65年体制ですね。この2つが重なり合いながら大きく揺さぶられている。その中で一番慌てているのが安倍首相、こういう構図だと思うんですね。韓国で民主化が進み、そして朝鮮半島南北で和解と平和統一への動きが進み、朝米間の関係も改善されようとしている。一方で軍事独裁政権の下で日本が
謝罪も賠償もせずに関係改善のために結んだ管理条約が完全に今ほころび始めてるということだと思うんですね。ですから私たちは単に経済報復措置を撤回せよ、もちろんそのように主張しますけれども、根幹ではこの大きな構造を2019年から大きく変えていかなければいけない、そのように決意をしています。韓国では680を超える市民団体で安倍糾弾市民行動という団体が結成をされて活動を始めています。皆さんにお配りした、今日の私の資料の中にもですね、正式名称は安倍政権の歴史歪曲、経済侵略、平和脅威に対応するための市民行動となっています。単に経済報復措置をやめろと、そういった次元での市民行動ではなくて、歴史歪曲の問題、過去生産の問題、合わせて日本が朝鮮半島を含めて東アジアを海パートナーとして軍事的に政治的に位置づけようとする、そうした経済侵略にも反対し、合わせて朝鮮半島を中心に侵攻しようとしているこの東アジアの平和体制に対しても挑戦する安倍政権に対して声を上げる、そのような趣旨のもとに市民行動が結成をされて、毎週土曜日カンファムを中心に抗議行動が行われているわけですね。キャンドル行動が直近の3日には1万5000名集まったと言われます。2日にホワイト国の除外措置が取られましたから、3日はそれに対する糾弾の声が渦巻いたということですね。その怒りを持って日本大使館にも抗議行動が行われました。次は10日ですし、第一段階の集約としては15日、甲府施設の15日6時からカンファムン広場で、大集会、大キャンドル集会が行われる予定になっています。ここでは渡辺さんらも参加されますけれども、関東連も20数名代表団を出してこのキャンドル集会に合流する予定です。合わせて日本の地でもこの韓国民主の戦いに連帯して声を上げようということで、急遽今日8月の8日このあと午後6時半から首相官邸前で抗議行動を行うことにしました。抗議行動では主催は関東連ですけれども、連帯関係の皆さんも趣旨に賛同される方は皆さん集まっていただいてですね、大いに声を上げて安倍政権糾弾の声をですね、一緒に上げていきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に、今孫誠理さんでした。日本キリスト教協議会総幹事のキム・ソンジュさん、お願いいたします。皆さんこんにちは。日本キリスト教協議会というのは1948年に、戦後3年が過ぎて設立され、現在に至るまで6つのカトリックを除く6つのプロテスタント諸教派と24のキリスト教系団体教会によって構成されております。とりわけ70年代に入って、NCC と言いますけれども、日本キリスト教会が大事にしています理念は戦争責任告白、この新興国告白に立って初めて、韓国に謝罪の旅に、出かけていくことができて、和解の戸口が開き始めたという体験をしてきましたし、70年代はパク・チョンヒ独裁体制の下での韓国のキリスト者を中心とする民主化闘争に、関しましては、皆さんもよくご存知の1973年8月の金手順拉致以降始まった岩波の月刊雑誌、世界のTK 制の情報を伝達するパイプ役として NCC は働いてまいりました。そのような形で、韓国における民主化闘争連帯に70年代、そして84年にはまだ民主化が起こる前から南北朝鮮の統一のために世界の教会、韓国の教会と共に連帯しようということで、1984年に東山総会議という国際会議を開催する、そのような道を歩んでまいりました。この度、そのように歩んできた私どもとしましては、今や日本の民主化のために韓国から連帯どころか連帯を超えて支援を受けなければ日本はこの民主化は成功しない、勝利できないというふうに考えることに至っております。こういう観点に立って私たちは歩んでまいりましたけれども、今年の3月に、三一独立運動100周年がございましたときに、あの3月の
三一独立運動100周年を契機に、私の見方ではこの日本の反安倍民主化闘争の日本の運動は韓国の連帯をより明確に意識することが始まってはあったんではないかと思います。まあ、一つの私の歴史観ですけど、思えばあの100年前の1919年何が朝鮮半島と日本で起こっていたかということを考えますと、日本の大正デモクラシーは結局このリベラルな知識人も吉野作造をはじめとする知識人も左翼運動も左派運動も大日本帝国の植民地支配を明確に批判できなかった。朝鮮の民衆の独立運動に連帯する運動はほとんどないくらい、左翼リベラルでさえも結局見下す、朝鮮を見下すという植民地主義的発想から乗り越えられなかったことを、今や100年の歳月を過ぎて本当に反省しなければいけない。今こそ本当に日本の民主化は日本単独ではありえない、北東アジア東北アジアの連帯、朝鮮半島との連帯抜きに日本の民主化はありえないということをですね、意識するこの段階に至っていると思います。そして、この度のですね、一般の庶民の感情を見てみましたが、リベラルな方たちの声の中に、いつまで謝り続ければいいんですかというのが保守化していく、巻き込まれていく、これはですね、大変なこの取り違いでありまして、謝罪の回数とか10億円とかいつまでかが問題ではなくて、謝罪の質なんですね。金銭に変えられない謝罪の質、それは具体的に何のことを言っているのか。本当に謝る謝罪の気持ちがあるならば、なぜあのようなことが名古屋で起こるかということです。本当に謝罪のことが気持ちがあれば、あの肖像状が展示されたならば、行政挙げて応援してみんなで歴史を記憶しよう、このように盛り上げていくことが本当の謝罪の中身なんだということを、韓国や朝鮮の人々は待っているんだということが、なぜこの国で理解されないかということを思わずにはおれません。この度のこの貿易輸出規制の問題に関しては、すでに日本キリスト教協議会は韓国 NCC に呼ばれまして、去る7月17日にソウルで共同記者会見をしてまいりました。そして私ども日本キリスト教協議会は去る7月27日から平壌に入りまして、謝罪文を、韓国の教会にはたくさん謝罪の旅をしたけども、朝鮮のキリスト教連盟には謝罪をしてなかったということで、謝罪文を携えて去る7月28日の日曜日のボンス教会の300人集まる礼拝におきまして、謝罪文を朗読して、そして帰ってまいりました。そして本日皆様の前にお配りしているこの資料は何の資料かと申しましたら、今度の日曜日8月11日にまた韓国の NCC から招きを受けて、日韓のこの平和信頼の回復和解のために日韓の共同の祈りを捧げようということで、その時に携えて向こうで朗読する文章を皆様の前でお配りさせていただきました。どうぞ皆様もよろしくご支援くださいませ。ありがとうございました。キム・ソンジュさんでした。それでは、こちらの、資料にないんですが、全国労働組合連絡協議会の議長渡辺博さんよりお願いしたいと思います。皆さん大変お疲れ様です。全労協の渡辺と申します。私たちの全労協で作った声明については皆さんのお手元に行っているというふうに思います。全労協が結成以来ですね、ずっと韓国の労働者労働組合と共に戦って資本からの悪辣な搾取と戦ってきた、そのことを私たちはしっかり押さえながら今日の時代に向き合っていきたいと思います。で、実をちょっと申しますとですね、この文書作成をする最中、私はちょうど自分の出身組合の取り組みで広島に行っていました。したと私はこの文書の作成最後の段階でデミオハラだけしか関わっていないので、まあちょっと
自分の言葉でですね、少し補足的にお話をしたいと思います。でまずちょっと広島で、感じたことで一つお話をしたいことがあります。平和式典に、あの平和記念式典に私も参加をしました。広島市長が、自国第一主義が世界にはびこって、そのことが軍縮、核軍縮の流れに、差を差しているんだということを発言をしていました。大変素晴らしい発言だったと思います。でその批判は、まあ、第一義的にはアメリカに向いているというふうに思いますけれども、その他の世界中の大国、そしてこの日本も例外ではないというふうに思います。そしてその一方でですね、安倍首相が言ったのは、世界の国際関係が緊張しているということを一般的に言うだけでですね、自分がその中で何をしているかということについては言わないという、とても無味乾燥なですね、意味のない演説だったというふうに思っています。さて、この国で働く外国籍の人々が、多くの方々が無権利状態に置かれています。これは日本人の労働者の問題でもあるというふうに思います。そして、隣の韓国でも、先ほど申しましたように、さまざまな搾取があり、大変厳しい環境に置かれている仲間がたくさんいます。そして、その搾取をしている資本は、韓国の資本もあるでしょうし、日本の資本もあります。で私たちは、そのどういう資本かを問わずですね、搾取されている状態から、労働者が解放され、地位を向上していくことが必要だと思います。そのために、労働者同士が国籍を超えて、共に友情を深めていくことが大切だと思います。労働運動の原点は国際連帯でございます。で私たちが友情を深めていく上で、日韓の歴史の問題、とりわけこの国の中に未だに根強く残っている民族差別の問題があります。これを克服していくために、さらに話し合いを深めていかなければならない。そのことに、まさに差を指して逆の立場から煽りそそのかしをしているのが今日の輸出規制であり、名古屋の表現の不自由点での様々な妨害だというふうに思っています。私たちが取り組んできた日韓の労働者の連帯を後退させることがないように皆さんの取り組みに合流し共に戦っていきたい。そして連合の仲間も全労連の仲間も共にここに参加をしてみんなで戦っていくというそういうスタンスの中で私たちがきちんと機能していくことをお誓いをして連帯の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。全農協の渡辺裕さんからご挨拶いただきました。それでは今日はさまざまな国会議員に声をかけているんですが、今日駆けつけてくれた社民党参議院議員福島瑞穂さんよりご挨拶いただきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、社民党参議院議員福島瑞穂です。来られた皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。また今日の集会がまさに、平和とそれから信頼をお互いに構築していく大きな一歩になるように、そのようなものになるように一緒に頑張り合いたいと思います。昨日は、先ほども出ておりますが愛知、の展示表現の不自由展その後についてのあの集会がありました。私たちは私もその安全安心を確保し再開示ができるようにやってほしいということを言ってきたので、まあ、今日の時点ではガソリンを持っていくぞ巻くぞって言ったんですかといった人が逮捕されて、まさに安心安全が一歩確保できたわけで、まさに、まだ撤去されてなくて、再開示いつでもできる状況ですので、この表現の不自由展その後が再開催されるように本当に再開催されるように一緒に力を合わせていきたいと思います。そしてこの問題と先ほどからも出ておりますが今日のテーマはまさに同じあるいは地続きの問題だと思います。2点申し上げます。西松建設の事件は、2004年ですね、2002年かごめんなさい、
2002年広島高裁で1人につき550万円払えという判決が出ております。これは最高裁では日中共同宣言で解決済みだということですが、最高裁は問題の解決について努力をすべきであるということを言って、その後の和解につながっています。まさに日本航空や三菱マテリアルも含め、皆さんご存知の通り和解でまさに企業がお金を払うという形で問題の解決がされ、まあ、不十分かもしれませんがされています。で、私が言いたいのは、広島高裁が550万払えと言った時に誰も暴挙だなんて言った人はいないわけです。いないわけです。つまり日本の企業が、そのまさにその、大変な状況の中で賃金が未払いだったっていう、あるいはひどい状況だったということに対してお金を払うということについて、判決もですから広島高裁は払えと言ってますし、最高裁では請求権は認めなかったものの、この問題について解決するように努力すべきだと言って和解が成立しているわけです。これはとても重要なことで、まさに、ドイツに学べではありませんが、企業がしっかり問題の解決のために踏み出せというのは、それはまあ、これは実は中国日中共同宣言で解決済みっていうか、日韓条約で解決済みかという、また双方のそれぞれの違いはあるものの、その時点では決して暴挙だとかけしからんということはなかったわけです。それが今日、こういう事態になっていることはやはり大きく政治の力も働いていると思いますし、私たちはこれをやっぱり乗り越えて、それぞれ平和とそれからもう一つ信頼を構築していくために、今本当に大変な状況ですが、本当に力を合わせていきたいと思っております。だから2点目はもう先ほどからもありますが、この問題でホワイト国から除外をするなど経済的な措置に踏み込んでいることは明確に間違っていると思います。日本は韓国に対して200億ドル輸出がありますし、日本と韓国の間も様々な緊密な関係があって、これを報復、まあ、報復と政府は言いませんが、報復としか見られないような説明をしていませんから、これはやっぱり間違っているというふうに思っております。これはお互いの信頼関係をやっぱり壊していく、例えば姉妹都市やいろんなところや国際会議などにも本当に影響が出ていて、極めて残念だと思っています。こういう時だからこそ、先ほども言いました平和と信頼を獲得し、そして日本の中でしっかり歴史を見て、ちゃんと何をなすべきかという世論をちゃんと作り、問題は本当にひどくなっていますが、一緒に乗り越えて政治の場面でも、政治家がやっぱり努力をしていくということに一緒に頑張っていきたい。政治家ってほど偉くはないですね、まあ、議員の政治の場面でも頑張っていけるようにしていきたいというふうに思っております。一緒に力を合わせていきましょう。よろしくお願いいたします。議員の方々にも声が出てるんですが、やっぱりこう長崎の日の前ということもありまして、なかなかご不在の方が多かったと思います。それではこれからですね、記者の方からの質問を頂いて、まあ、今日は韓国メディアの方がたくさん来ていらっしゃいますが、まあ、今のコメントの中にもその韓国メディアに対するコメントということもありましたが、そうです。それとその日本のメディアについてももう言い尽くされてる感じはするんですけども今皆さん総合的にお話をされて、これだけはその日本のメディア、韓国メディアに、ちゃんと取り上げるべきだという、もう今更言うまでもないかもしれません。もしある方がいらっしゃったらちょっと伺いたいんですが、すいません、取ってつけてるんですか。言いたい方がいらっしゃる。何人かお発言いただいていいと思いますけど、最初に白石から やはり私はね、調査報道ということがきちっと言論界で生きているかどうかが基本だと思ってるんですよね。で、この間で言えば、日本では、ある、新聞記者を題材にした新聞記者という映画がかなりヒットしています。で、多くの方に、感動を与えています。で、一方韓国では共犯者たちというドキュメンタリー映画で、私は率直に言って共犯者たちこそ見ていただきたい、
ドキュメントなんですよね。なぜかというと記者個人の戦いなのか、記者ディレクター、それから、労働組合市民全体が戦って、言論を守っていこうとしているのかで、根っこにあるのは調査報道、受け入れ報道とかツイッターを見てそれで、日本世論はこうですよっていうようなね、そんなレベルの報道って世界でありえるのかということをね、私は日本のメディアの方に強く申し上げたいというふうに思うんです。やはり胸を張って調査報道の道をきちんと歩んでもらいたいということが、私は日本のメディアの最大の課題で、それを支えることができない私たち日本社会の弱さなのかなというふうに思っています。他の方、すみません、聞かなければその回でもいいですか、ね、ごめんなさい。あ、一人だけ。韓日のメディアの間で、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、韓国には朝鮮日報、中央日報、東亜日報と今日来られてないですよね。来られたらちょっとやめとこうかなと思うんですけども3つのいわゆる大手メディアがあるんですが、チョジュンドンと言います。韓国語で、ね、引くつけてチョジュンドンって言うんですけれども、保守メディアです。はっきり言ってね、保守メディアです。保守メディアが悪いとは言わないんですけれども、いわゆるこの過去で言うとイ・ミョンバクやパク・クネ政権にべったりとくっつきながらですね、そうした報道をすると、そういう、まあ、大手メディアなんですけれども、今ここはですね、自由韓国党というこれまた保守政党なんですけれども、こことくっつきながらですね、またその他諸々の右翼団体とくっつきながら盛んにムン・ジェイン政権を誹謗中傷するわけですね。根拠はありません。とにかく誹謗中傷するということが目的です。で、最近になってひどくなっているのは、それを今度は日本の右翼メディアが、保守メディアが引用をして広げると。で、今度はその広がったのをですね、また先ほど言いましたチョジュンドンとかがまた拾ってですね、日本でこのように広がっているというふうにやるんですね。いわゆるマッチポンプの広げ合いですよ、完璧に。で、これに踊らされてしまうというところが非常に大きいんですね。で、目的は先ほど渡辺さんも言われましたように、ムン・ジェイン政権を叩き潰してもう一度イ・ミョンバク・パク・クネにつながる政権を立てるということが彼らの目標です。そのためには根拠はどうでもいいんですよね。とにかくムン・ジェイン政権を誹謗中傷して貶めて、そして次の総選挙、大統領選挙で保守勢力が執権を握るというのが中長期の目標なんです。そういった意味で、そういうふうに流れてくるメディアに対してやはり厳しい批判をですね加えていくということが非常に重要だと思います。都合のいいところだけ切り取って報道する、それはまたフレームアップして韓日間で相互にですねやり取りしながら、フレームアップをしながら大々的に報道してムン・ジェイン政権を貶めているという傾向が非常に強いんですね。そこに声を上げていくことも一つ重要な課題ではないかなというふうに思っています。すいません、ですね、ちょっと福島さんいらっしゃって、議員の方は福島さんしかいらっしゃってないので伺いたいんですけど、もちろん民間交流もすごく大事ですし、ただ首相官邸もこういう状態であると、国会議員として、先日も日韓議連、韓日議連の、会議とかもあったみたいですけれども、国会議員として立地国会でやっぱりすべきこととか可能性というか、今実際に議員同士でこの状態どうやって打開するかっていう、なんかもうそういう動きがあればぜひお願いします。重要なご指摘ありがとうございます。政党としてはもちろん声明等は出してるんですが、で今ちょっと、閉会中になってしまって、10月中旬ぐらいにならないと開会しない、臨時国会始まらないって言われてて、じゃあ10月1日の消費税増税は閉会中にやるのかっていう、で今私たちは予算委員会開け、財政金融委員会開け、各委員会を開けと、閉会中でも開けとこう言っているわけです。課題がこれだけ山積しているので、だからぜひ国会の中でちゃんと議論するようにというのがぜひ応援していただきたいと思っています。そして、閉会中でも議員の中で連携してこの状況をどう打開するのかしっかり議論し、また前へ進めていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっとそろそろ時間もになってきましたので、最後に、希望連帯事務局長の瀬戸大作、はい、瀬戸大作さんから、最後のご挨拶をお願いいたします。瀬戸と言います。普段は
原発事故の避難者の支援団体でやってます。で、今日ですね、僕自身は生協の職員で、でずっとですね、80年代以降から韓国のハンサム政教とか愛国政教とかドゥレ政教の政教作りの手伝いをしてたんです。で、向こうの政教で最初その共同購入を作るときに一緒にトラック乗ったりとか、そういう経験があります。今は違います。日本のその日本でもそうなんだけど、貧困格差の進行の中で韓国の政教はこの貧困格差の問題に正面から向き合ってます。で、先ほど白石さんが冒頭にね、8月18日から僕らその韓国に訪問すると、そうした時に韓国の居住福祉で、韓国の政教で言えば住宅協同組合とかですね、そういうものをしっかり取り組んでいると、逆に僕ら自身がしっかり学ぶべきだということも含めて、この間ねずっとその交流をしてきていると。実は8月の21日最終日にソウルの市長ね、パク市長とその面会をする予定でした。だけども非常に今この状態の中で厳しい状態です。だけども韓国の友人が今日もなんとかね、パク市長と我々自身が会えないかと、会って本当に今後の市民連帯の交流をねしっかりその継続できないかということを今日もね、その働きかけをしてくれてます。非常に感謝しています。で、そのことは冒頭で、で昨日ね、その先ほどの愛知の問題で集会ありました。で、今日、非常にやっぱり感じたのが、やっぱり肖像像ですよね、それ慰安婦の問題で、こういう問題って昨日もその言論のやっぱり自由ということで討論されていると。だけどもこの問題については明確な日本の犯罪なんだと、このことをやっぱり明確にね知っていくこと、そのことは非常に大事だと思いました。で、そのことはなぜかというと、僕の事務所は新大久保にあります。だけどもこういうようなその対立の構図は見えてこない、なんとなくそのね、しっかり仲良くしてきましょうと。でも韓国の市民はそう思っていませんよ、しっかり我々自身がこの慰安婦問題でどれだけ国家犯罪としてその性犯罪が行われていて、今の段階でもセカンドレイプが行われているのかということも含めてしっかりね、はっきりしていかないと、今度はその韓国の市民は納得いかないと思います。そのことをね、僕自身は非常にね、この間のことを含めて感じてます。で、最後に先ほどね、ソウルでそのパク市長の話をしました。3月3日にパク市長が重要なね、発言をしています。これをちょっと読み上げたいと思います。3月3日にこう言ってます。日本と韓国の関係が今現在ですね、非常にその残念な状況になっている。いつまで仲違いをしなければならないのかと、敵対関係が悪化すれば韓日双方にとって不幸だと、韓日関係がもっと改善さなければならないと、若い世代と民間地方政府では絶えず友情を重ね、より根本的に持続可能な平和体制にしなければならないと。で、最後に彼はこう言ってます。政府が誤った時に解決できるのは両国の市民運動だと、パク市長はこう言ってます。僕ら自身がこのことについてね、どう答えていくのかということがね、本当にね、問われているのかなというふうに思っています。これを最後のまとめにさせていただきたいと思います。以上です。じゃあ今日はほとんど日本は、その日本の取材は共同通信とフリーノミ、あとは韓国メディアということで、AP 通信ですね。ということは、日本で、日本語で掛け声することによって、ファイティングいきましょうか。で、いきます。2回やります。ファイティン！ファイティン！もう一度、ファイティン！ファイティン！もう一回、もう一回、じゃあ、ファイティン！ファイティン！どうも、お疲れ様です。